谷村新司は今年1月末に出版した自著谷村新司の不思議すぎる話で驚くべきエピソードを披露している。なんと谷村はスバルはプレアデス星団からのメッセージをキャッチして書いた詩だというのだ。プレアデス星団というのは和名でスバル、中国では某と呼ばれる大牛座の三階星団のことである。この星たちと谷村が対話できるようになった驚くべき事件をまずは紹介しよう。名曲スバルが誕生したのは1980年、作詞作曲ともに谷村が手がけているが、プレアデス星団とのファーストコンタクトは引っ越しの最中だった。突然降りてきた言葉はさらばスバルよという一文だった。本人さえん？さらばスバルよって何？と意味もわからず歌詞を書き留めたというのだ。そして時を経て久々にスバルについて考えたくなったという谷村はパソコンでプレアデス星団を検索。そこで目を留めたのはプレアデスからのメッセージという一風変わったサイトだった。じっくり読もうと翌朝再度そのサイトにアクセスしてみるものの、なんとすでにサーバーから削除されていた。この出来事を谷村はスバルについてもっと勉強しなさいよという暗示だったと解釈するのである。それから2年後、中国でのライブツアー中の宿泊先でついにプレアデス星団から直接的な接触が。その時の様子を谷村は次のように綴っている。日本語でこれからダイレクトですよと言われたのです。とダイレクト、普通なら訳がわからなくなりそうなものだが、谷村はいよいよ来るものが来たと歓喜。かくしてプレアデス星団との対話は始まったのだ。何でも谷村によればプレアデス星団からの問いかけというのは性別や国籍を超えたフラットなトーンであるらしく、谷村の頭の中で鳴り響くため周囲の人間には聞き取れないという。ああ、ぜひ聞いてみたいのに残念である。と以上原文のまま。谷村新司さんの書かれた本によれば、あの名曲スバルはプレアデス星人、つまりスバルからやってきたエイリアンによって指導され作詞作曲されたというのです。もう一度繰り返します。ここが重要です。あの名曲スバルは谷村新司さんの書かれた本によればプレアデス星人、つまりスバルからやってきたエイリアンによって指導され作詞作曲されたというのです。そしてそのスバルは日本古来の固有音階であるヨナ抜き音階によって作曲されていました。またの名を電波地逆六方という戦法です。つまりドレミファソラシの7音から4番目と7番目の音を抜くからヨナ抜き音階と言います。そのヨナ抜き音階は日本古来の固有の古典音階ということになります。ここが第2番目のポイントです。日本固有の音階です。ヨナ抜き音階のことを知っていただくために次の動画をどうかご覧になってください。
Japanese archaeologists claim that Japanese ancient music was first imported into Japan from China. However, artificially, it differs from the music of the corresponding Chinese form, Yayue, which is a term reserved for ceremonial music. One of them, they claim, is Gagaku, classical music at Imperial Court in Kyoto. 日本の考古学の先生たちはこう主張しています。日本の古代の音楽はアジア大陸の諸国からもたらされたものであると。例えば、雅楽についても、アジア大陸の諸国からもたらされた音楽や舞に、上代以前から伝わる音楽や舞が融合し、日本化した芸術であると。そして、10世紀中頃までに大まかな形態が成立し、今日まで伝承されていると。つまり、この日本には何もなかったという先入観がその前提になっているようです。が、本当にそうでしょうか？あとは何でもかんでも、トライ、トライ、トライ文化と。こうした発想そのものが私はおかしいと言っているのです。現に今、この世界で1900年前の音楽を今に伝えているのは、この日本を置いて他にないのです。この日本を置いて他にないのです。肝心の中国にもアジアにもないのです。琉球音楽が日本へやってきたと主張する人もいますが、沖縄音階と日本の古代音階であるヨナ抜き音階とは明らかに違います。日本のヨナ抜き音階は世界でも類のない音階なのです。しかもそのヨナ抜き音階は現在私たちが知っている西洋音階の基本となった可能性があるのです。4番目と7番目の音、つまり、ファとシを抜いて、ヨナ抜きになったのではなく、実はその逆。私はあくまでも今の段階では仮説ですが、ド、レ、ミ、ソ、ラの5音に、つまり、ヨナ抜き音階と言われているものの5の5音に、その後、半音階のファとシを加えて、現在の西洋音階の7音になったのではないかと。もっとも今のところそれ以上の証拠はありませんが、私、林博士はそのように考えています。広し林、浜松セティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。雅楽です。雅楽そのものはですね、卑弥呼の時代にあったとはこれは断言できませんけれども、その基本となった、いわゆる日本音階、ヨナ抜き音階ですね。別名、天八逆六法とも言いますけど、それはあったと考えられます。1900年の歴史があったと考えられています。まあ、卑弥呼の時代にすでにあったということですね。で、その後ですね、大陸、あるいは朝鮮半島から、東楽、あるいは古曼楽が日本へ入ってきて、日本の古来の音楽と融合したってことは、これはあり得ると思います。現代の日本でも、まあ、そういうことが日常的に起きてますよね。で、古代の、まあ、日本のですね、まあ、音楽について考えてみたいと思います。で、日本があります。そして、まあ、ここにですね、国ぶりの歌舞という、まあ、日本の古典音楽があったわけです。そこへ、大陸から東楽、あるいは、朝鮮半島から古曼楽というのが渡ってきたということになるわけです。で、日本音階というのがもともとはあったということですね。そして、そういう流れの中から、日本独自の楽器も生まれていったということになります。では、ヨナ抜き音階について説明します。まあ、簡単に言えばですね、4番目の音と7番目の音が抜けているから、ヨナ抜き音階と言います。
で、日本固有の音階、すなわち語音音階が生まれたというわけです。で、4番目のファと7番目のシがない。で、ドレミソーラとなるわけです。で、まあ、日本のヨナ抜き音階が生まれた。このヨナ抜きという言い方がそもそもおかしいわけですよね。まあ、もともとは、いわゆるまあ、7音からなる音階があって、それから2音を抜いたというふうに考えられているわけです。で、破音階のファとシを抜いたと。で、ヨナ抜きとなったというわけですね。それが日本の、まあ、固有のですね、日本特有の、いわゆる、まあ、古典音楽の基本の、基本的な音階となったというわけです。ですから、ドレミソラドと、そのように、まあ、なったというわけですね。ですから、4番目と7番目が抜けたので、ヨナ抜き音階と言います。で、他の音階と比べてみます。まあ、ヨナ抜き音階がですね、琉球音階とも言われてますけども、沖縄音階とも違うということです。で、そのヨナ抜き音階で作られている代表的な曲が、木曽節です。どうかお聴きください。ヒーポーマーマーナカモリタで、結論ということになります。日本には、日本特有の、日本古来の1900年の歴史を持つ、ヨナ抜き音階というのがありました。別名、電波地逆六方という音階があったわけですね。そしてそれが現在の今に伝わっているということになります。言い換えますとですね、ヨナ抜きという言い方ではなくて、ファとシの音を抜いたからヨナ抜きというのではなくて、もともと語音であった。まあ、音階にですね、ファとシを足して7音になったとも考えられなくもないわけです。そしてそれが現在、西洋音楽の基本となったと考えられなくもないということになります。というのもですね、まあ多分日本音階の基本はですね、あるとしたら残っているのはエジプト音階ということになりますけども、エジプトには今何も残っていません。ですからまあ、現在のところですね、日本音階が一番古くて世界の音階の基本になっているということですね。ですから、ヨナ抜き音階ではなくて、むしろ西洋音階の方がですね、日本足し音階ということに
なのではないでしょうか。というのが、まあ、私の今のところの仮説ということになります。まあ、これから先ね、それについてはもっと詳しく調べてみたいと思いますが、そのヒントを握っているのが、言うまでもなく、ピタゴラス音階です。それについての動画をこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。つまり、音楽の世界においても、日本は世界をリードしていたということになります。Bye for now. さて、ここで重要な回り道をします。今しばらく我慢してください。星座です。オリオン座です。この右のプロメテウスの像は、オリオン座を模して作られたものと私、林浩司は判断しています。つまり、オリオン座の形に似せてプロメテウスの像ができたということになります。つまり、オリオン座イコールプロメテウスと私、林浩司は考えています。が、ここが今日のポイントではありません。そのオリオン座の右上にタウルス、つまり、お牛座が位置しています。そのお牛座の一角にスバルがあります。反転しました。右下がスバルです。プレアデス星団です。このお牛座を模してミトラ像ができました。いわゆるポーズが同じということですね。で、その右下にスバルが位置するということです。プレアデス星団が位置します。そして同じポーズの絵がサンタアポリナーレヌーボーの教会の壁画として描かれています。共にフリーギア帽をかぶっている点に注意してください。こうして三者がつながりました。で、ここでの重要なポイントは、オリオン座とお牛座は全体として一体化しているということです。そして左下にあるのが天空で一番明るい星、シリウスです。中央にあるのがオリオン座、そしてアルデバランです。お牛座の中で最も明るい星です。そしてその上にプレアデス、すなわちスバルが位置します。ここでプレアデスとシリウスがつながります。ここでプレアデスとシリウスがつながります。そしてそのシリウスはアフリカのドゴン族へとつながっていきます。繰り返します。シリウスはアフリカのドゴン族へとつながっていきます。そのアフリカのブラックミュージックといえばペンタトニック音階です。日本のヨナ抜き音階と同じペンタトニック音階です。つまりこうして日本のヨナ抜き音階は谷村新司のスバルを通してアフリカのブラックミュージック、つまりペンタトニック音階とつながります。そのドゴン族はシリウスとつながり、さらにスバルとつながっていきます。そのスバルは、谷村新司の作曲したスバルはヨナ抜き音階でできていたのです。そのスバルは谷村新司がスバルからやってきたエイリアンの啓示によってできた曲であると谷村新司自身が告白しています。こうして世界の音楽が、つまり神々の世界が一つに音楽を通してつながりました。Pentatonic scale is a musical scale or mode with five notes per octave, in contrast to a heptatonic or seven note scale, such as the major scale,
and minor scale. Pentatonic scales are very common and are found all over the world. ペンタトニック音階というのは、7音階とは違い、5つの音階からなる音階を言います。5音階は世界中で広く使われています。わかりやすく言えば、7音階から2音階抜いた音階ということになりますが、抜け方にはいろいろあります。で、その一つ、つまり4番目のファと7番目のシを抜いたのが日本のヨナ抜き音階ということになります。それについての動画はこの後につなげておきますが、そのヨナ抜き音階と同じ音階が黒人音楽のブルースでもその基礎となっているというのです。広し林、浜松市、ジャパン。では画面を見ながら説明します。7つの音からなる7音階に対して5つの音からなる音階を、ペンタトニックスケール、あるいはペンタトニック音階と言います。音の抜き方はいろいろあります。この日本にも何種類かあります。琉球音階もその中の一つです。そのペンタトニックスケールに対してジャジャマ一平さんからこのようなメールが届きました。アメリカのジャズのブルースにはですね、日本の古来の音階と同じヨナ抜き音階が使われているというのです。そのブルースというのはですね、アメリカでできた、ジャンルですけども、元は黒人霊歌なんですね。で、さらにその黒人霊歌のルーツは何かと言いますと、アフリカ大陸のブラックミュージックということになります。となりますと、ブラックミュージックとですね、日本の古来のヨナ抜き音階と何かの関連性があるのではないかということになりますけども、これ以上のことはここでは調べられませんでした。4番目の音と7番目の音ですね。ファとシを抜いたから、ヨナ抜き音階と言います。詳しく続くビデオの中で説明いたします。で、それと同じものが、どうやらアフリカ大陸でも使われていたということになるわけです。ひょっとしたら、エジプト音階と一致するかもしれません。何しろ、音の世界の話ですから、物的証拠は残っていません。で、結論ということになりますが、結論はペンディングということにさせてください。ただ、事実としてはですね、日本古来の特有のヨナ抜き音階という同じ音階がですね、どうやらアフリカ大陸でも使われていた可能性があるということになります。関係性があるのかないのか、関係性があるということを指摘するためにはですね、まださらに2つ3つのハードルを超えなければなりません。というのが以前作りました動画の結論ということになりますが、しかしその間を埋めてくれたのが谷村新司さんのスバルでした。もう一度このチャートを見てください。現在世界でヨナ抜き音階が残っているのは日本とアフリカだけです。日本とアフリカだけです。そしてアフリカのドゴン族はシリウスと深い関係にあります。それについての動画はこの後につなげておきます。ドゴン族は、彼らの指導者はシリウスから来たと説いています。こうしてアフリカとシリウスがつながります。そのシリウスと、隣り合わせにあるのがプレアデス、つまりスバルということになります。シリウス、そしてその上がオリオン座、そしてその上がオウシ座ということになります。こうしてドゴンとシリウス、シリウスとプレアデス、つまりスバルとがつながります。現在ヨナ抜き音階が残っているのは、繰り返しますが、日本とアフリカだけということになります。そのスバルからやってきたエイリアンに掲示されて、日本の谷村新司さんがスバルを作曲します。そのスバルはまさしくヨナ抜き音階であったわけです。スバルはヨナ抜き音階であったわけです。
こうして、プレアデス、つまり、スバルと、谷村新司さんが作詞作曲したと言われている、スバルが繋がりました。つまり、日本の岩抜き音階と、アフリカのペンタトニック音階を、谷村新司さんのスバルが繋いでくれたということになります。繰り返します。日本の夜な抜き音階とアフリカのペンタトニック音階を谷村新司さんのスバルが繋いでくれたということになります。共に皆夜な抜き音階ということになります。つまりこれが結論ということになります。もう一度繰り返します。日本の夜な抜き音階とアフリカのペンタトニック音階は同じですが、その間には大きな距離がありましたが、しかし谷村新司さんがプレアデス、つまりスバルからやってきたエイリアンの啓示を受けて、あの名曲スバルを作詞作曲しました。そのスバルは夜な抜き音階でできていました。そして星座のスバル、つまりプレアデスはお牛座にあります。お牛座はミトラ、つまりアポロをかたどっています。そのお牛座の最も明るい星がアルデバランです。アルデバランとオリオンとシリウスは一直線につながっています。オリオンはプロメテウスをかたどっています。こうして神々の世界は音楽の世界となって天空でつながっています。こうして日本の夜な抜き音階とアフリカのペンタトニック音階はつながりました。細い細い糸ですけども、世界の神々そして音楽が一つにつながりました。もう一度、名曲スバルは夜な抜き音階で作曲されていることをどうかご確認ください。目を閉じて何も見えず
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient history in wonder. Today's story is about the Dagon tribe and their mysterious connection to Sirius by Ancient Kedcom website. Ancient Kedcom website starts its story as follows by saying, The brightest star in the sky is Sirius, without a doubt. The name Sirius comes from the Greek language and is translated as a glowing star or bright star. And what might appear as a single star is in fact a double or even possibly a triple star system, according to observations made in the 1920s. Apparently, our scientists are beginning to accept just now what ancient people worldwide already knew thousands of years before us, like the Dagon tribe in Africa. According to Wikipedia, almost 1 million pages of manuscript have been found in Timbuktu, Mali, on mathematics and astronomy established in Mali Empire, that is to say, the Dagon tribe had established knowledge of astronomy long time ago. Ancient Kedcom write like this as well. How is it possible that Dagon had all this astronomical knowledge without tools to observe the sky properly? 今日の物語はアフリカ・マリのドゴン族の謎についてです。ドゴン族は適切な天文観測装置を持っていなかったにもかかわらず、シリウスが多重天体であることを知っていました。近年になって発見されたシリウス C の存在まで知っていました。それだけではありません。50年ごとにそれらの三重星が元の位置に戻ることさえ知っていました。さらに木星の大きさ、また木星には土星と同じような輪、環があり、木星の衛星の数さえも正確に知っていました。そうした記録がティンブツクだけでも100万枚近い書類となって残っているというのです。驚きですね。で、ドゴン族の言い伝えによれば、そうした知識をドゴン族はシルスからやってきたインストラクター、つまり神ですね。先生神と呼ばれる神から教わったというのです。世界には大パーツがたくさん残っていますが、ドゴン族が私たちに伝える知識は、知識の大パーツと言えるものです。また、ドゴン族周辺からは奇妙なアーティファクトがたくさん見つかっています。精緻なビーズ玉でよく知られているドゴン族ですが、中にはというより、どれも異星人との深いつながりを示すものもたくさん発見されています。で、大切なことは、こうした事実から、その向こうにある理論を組み立てていくことではないでしょうか。発見した、不思議だ、発見した、不思議だ、だけを繰り返していては、前には進めないということです。さらに言えば、こうした事実を生かすこともできなければ、私たち人間の先祖の知恵や知識を人間の未来に向かって役に立てていくことができないということです。つまりこうした情報を素直に拾い集めれば、その向こうにシリウスからやってきたエイリアンの姿をそのまま見ることができます。そういった意味でもドゴン族が伝える天文知識には重要な意味が隠されています。ドゴン族の伝える知識は、紛れもなく、知識の大パーツですね。で、今、このドゴン族の周辺から見つかったアーティファクトを見ていただいています。まあ、これを見てですね、人間と言うべきかどうかですけども、みんなですね、森本聡さんが見つけてくださいました、スウェーデンのゴットランドで見つかった、まあ、実に奇妙なアーティファクトです。現在、大英博物館にあるそうです。で、ここに、まあ、掘り込まれているエイリアン。まあ、博物館の方では、怪物ということになっていますけども、と、ドゴン族の残したアーティファクトの、それと、大変よく似ていることに注意してください。で、私はこれはですね、以前検証しまして、UFO の内部、それを、まあ、3D スカルプティングと言いますかね、プロッターのようなもので掘り込んだ
ものだと考えています。実にまあ聖地と言いますか、奇妙なブローチ。まあ、大博物館の方ではブローチと表現しています。大きさはわかりませんけども、ブローチ大の大きさだからブローチと言われているんだと思います。で、まあ、こうして見ていきますとですね、シートベルトをつけたエイリアンが二人、座っているのがわかります。そして中央にはですね、コントロール機、あるいはその重力制御装置のようなものがついていると、私はそのように判断しました。というのはこれと同じものがですね、デンマークでも見つかってますし、さらに遠く離れた、マヤ、アステカでも見つかっているからです。まあ、それはともかくも、こうして比べてみますと、ここに、まあ、掘り込まれている、まあ、ここにですね、説明ありますけども、10世紀頃、スウェーデンのガットランドで作られたものであると。で、ここに掘り込まれているのは、アニマルであると。動物であるというわけですね。まあ、それに納得するかどうか、あるいは、逆にどちらがこじつけかという問題にもなるわけですよね。私がこれをですね、UFO のナイフだというのはこじつけなのか。それともここに掘り込まれているのが動物、あるいはモンスターもありますね。モンスターなのか。どちらか。どちらがこじつけかということですよね。まあ、その判断は皆さんにお任せしますけども、このゴットランドで見つかったブローチに掘り込まれているエイリアンらしき、まあ、人物と、そして、ドゴンの、まあ、発掘物の中にある像とですね、まあ、大変というかよく似ていると。まあ、似ているというレベルでね、それ以上の証明はできませんけども、似ているということになります。いかがでしょうか。長い頭、低い頭、そして奇妙な口ですね。そして、ドゴンの天文学に戻ってみます。まあ、こうした書類がですね、100万枚近くも見つかっているというんですね。一つの町だけで。で、それについてですね、翻訳、これから資料を翻訳していますが、これはですね、ancientcode.com というところがですね、発行しているウェブサイトの中の、まあ、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、きちんとした論文です。それを翻訳していますので、どうかお読みになってください。
で検証を進めてみますが、これがドゴン族の居住区ということになるのでしょうか。で、この視点を挙げてみますとですね、この、まあ、ティンブツク、そして私が名前がわかりませんので、マウントアロー、矢の山と呼んでいる山がその近くにあるのがわかります。上の方ですね。で、今のところに、まあ、ドゴン族の居住区があるというわけです。で、ライン理論で簡単に説明してみます。で、もう一度このティンブツクの町、右がティンブツクです。そして左が矢の山、マウントアローと私が勝手に名を付けています。その94キロ、この中心までがね、ありますけども、ここに奇妙な山があります。どうしてこの山が奇妙かと言いますと、この下の黄色い線、右に行けばエトゥフです。エジプトのエトゥフですね。私が、まあ、この壁画からですね、このエトゥフは宇宙へのエイリアンたちの、まあ、ハブ空港であると判断しました。そして左へ行けばナスカです。そしてこの直線はグランドクロスの上に寸分の狂いもなく重なります。縦線はポパカティピティ、すなわちティオティワカンのすぐ近くの山です。横線は、まあ、いわゆる、まあ、ティンブツクのそばを通ってエトゥフに行くということですね。ということで、今日はドゴン族の謎について考えていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!